明治11年、明治天皇が北陸、東海をご巡行し、お休みになったところ、大正5年、元正院三門前に、明治天皇御車の後の碑が建立された。この碑の書と文は渋沢栄一が書いた。明治10年に西南の役が起きている。まだ世の中が安定していないので、明治天皇が回って人心を一つにまとめようとご巡行した。明治天皇は熊谷の本陣にお泊まりになった。本陣は朝7時に出発し、籠原新堀と深谷元住町でお休みになった後、岡部でお休みになった。